あれか、エミール、これで最後ですね。あれ、話しかけらんねえぞ。ん？店だぞ、普通に。すっかり強くなりましたね。もう僕の手助けはいらないですよね。どういう意味？いえ、何でもないです。お元気で。なんだかエミールの様子がおかしい。ポット、すでに追跡マーカーを使用。現在砂漠方面に向かっていることを確認。わかった。エミールのケツラスですね。これは武器をレベル4まで全部強化しないと見れないやつみたいですね。まあいつもの条件なんですけど、エンディングじゃなくてこのイベントのための条件みたいですね。 E エンドは普通に見れるらしいです。洋服のお菓子で見る。行こう。ここか。エミールの決意。あの感じだとエミールもしかして死ぬつもりなのか。何千年も戦い続けて疲れちゃったってことなんかな。砂漠ってそういえばなんかエミールのなんか残骸っていうか、なんかでっかい頭いっぱいあったけど、そこなんかな。な、これだ。これはエミール。ん？あ、こっちか。あ、いた。あれ？倒れてる。エミール、気をつけて。まだ生きて。魔素を利用した攻撃はあらゆる防御システムを貫通する可能性ある。推奨回避。そんなこと言われたって。僕たちは永遠体力なくなっても攻撃し続けるのやばいな。
うわ見えねえ、わかんねえ、どうなってんだ今。どれをやってどれをやってないのかと、あれか、ちょっと綺麗だね。カメラ見るのはまだやってない。うわーやばい、どこから来るかわかんねえ、マジで。なんでお前らもこいつらのエリアに、結晶化してる。トゥービーさんには迷惑をかけちゃいましたね。でも
もうすぐ会えるから、きっと大丈夫。修理すれば。やだな、みんな、いるじゃん、会えて。よく…エミール。エミール…はい。エミールの決意って、残ったあの、エミールの慣れの果てを全部倒そうとしたってことだよな。きちい。だからって、こんなの間違ってる。どんなに苦しくても、どんなに辛くても、この人たちは諦めたりしなかった。いつか乗り越えられると信じて戦ってたんだ。そうですよね、カイデさん。だなと分かっていてもやらなきゃダメなんだ。だってあの人が守ろうとした世界なんだから。暴走したエミールたちが有効炉を暴走させた。この地球はもはや生物の住める星ではなくなってしまった。というわけで Y エンドですね。これクリアしちゃうと見れない。もう永久に撮ることが、またもう次の回で頑張ってねっていう感じになるみたいです。ちょっと負けたんですけど、てかこれ普通にやってもめちゃくちゃ強いぞこいつ。悲しいなあ。 Y、 こうやって並ぶと早計っすね。いい以外は、というわけでもう一回、でも悲しくなるな戦いって。じゃ行きましょう。もうじゃあエミールショップは、一番最後に思い出したんだろうな、カイネのこともニーヤのことも。いやー、最後エミールは、まあ彼らの姿が見えてたんだろうな。これレプリカントやってるとすげえ来るな。最初出てきた時になんか車になって、ギャグキャラになったのかなって感じだったんですけど、エミールの月の涙探すやつかなりあーって思ったし、その後これを見てやっぱ来ますね。ずっと戦ってきて、そうエミールは存在を忘れてたけど、ニーヤが残したこの世界を最後まで守りたかったんだろうなっていう。いやー、つれー。このだから、でも多分まだ残ってるんだよなエミール。どうなんだ、これがこのサブイベがイフなのかどうかは、まああれでも、この 2B たちが接してきたエミールは多分ここで死んで、でまた他のエミールが500年後に多分 2B に会うのかな。
その時に複雑な顔をしたって書いてあったけど、 2B にはこの時のエミールとの記憶があるからってことだろうな、おそらく。悲しいぜ。一応あれだけ見るか、達成率だけ見ましょうか。100。あ、これか。あ、追憶、これも良かったっすね。あとあの 2B の QS が 2B の墓作るのもかなりグッときましたね。途方の行方、エミールの決意。エミールは戦争のために何度も複製されてはいつまでも続く長い戦争に苦しんできた。コピーされたエミールの一部は正気を失い暴走していたが、大切な記憶を思い出したことで正気を取り戻した。一斉に機能停止。そうか、一番最後カイネとニーヤのことを思い出して、あやりきれねえなけど、これはエミールヘッドの記録によると500年、約500年先の話らしいから、そもそもが今回のエミールもオリジナルではない。でもオリジナルの持っていた記憶が完全に、最後ちゃんと大切なものを思い出せていけたってことは、ある意味救いなのかなと思います。クエスト100、ウェポン100、ポット100、答えデータ100になりましたね。パスカルの村、あ、パスカルか。あ、パスカルはエーテルに自らの殺害を依頼、感謝の言葉とともに絶命。そう、これはとどめ刺した方のアンドロイドエーテル、最後 QS と戦った時の、あの優しかったね、やっぱ A2 さんは最後まで。 QS、 あの 9S なんですけど、言いやすくて最後まで QS って言っちゃった。エミール、あー、機械生命体の中から出てきた謎の生物、エミールと名乗っているが、その正体はあまりはっきりとはわからない。復活後は新たな体を手に入れ、ショップを営む。彼の部屋のものを何度か盗むと正気と称して戦闘となる。戦いに敗れた彼は弱肉強食の世界のことの前に泣くこれいいよな、これジブリ感あって好きなんだよね、これ。車つうかあれか、なんかバイク2台ついてるから車でいいのかな。エミール分裂体、突如襲ってきた巨大な複製のエミール、その正体は彼の分身の慣れの果てだった。マサを利用した旧世界の魔法兵器を操り強烈な攻撃を放つ。エミール本体の一言で分身たちの動きは止まり、最後の一撃で分身たちは消滅。エミール自身も待ち人に会えたかのような安堵の表情で説明した。吉、はあ、
下にできないんですよね。これ上からだけなんだよね。いやー悲しすぎるな。さあというわけで、もうそうっすね、アーカイブ読み上げもしたし、ウェポンストーリーも見たし、まあ、絵本、まあ、魚集めね、20時間ぐらいかかったんですけど、 QS の記録全部見させていただきました。というわけで次回最終回ですね。今度こそ終わりです。ちょっと嬉しいような悲しいようなって感じですけれども、楽しみでございます。果たしていいエンドがどうなるのか気になるな。全く予想つかないからな。